お前がいて助かった。何が？お前みたいに素直な奴は仲間の中にはいなかったからな。言いたいことはなんとなくわかるよ。あれなんだ？給水塔だよ。今じゃもう珍しいがな。だらけだったな。ちょっと無鉄砲すぎるか。いい感じだ。悪いけど眠っていてくれ。神社を浄化するぞ。
で霧は晴れた。次に行こう。よし、次に行こうか。井戸が汚れてるのかな。だろうな。だが二つか。その井戸は地下水でつながっているのかもな。そうなると片方の井戸を浄化したとしても
もう片方の影響ですぐに汚れちまう。間を置かずに二つとも浄化するしかねえな。時間との勝負ってことか。世界に3人いるっていうあれか。あれは人じゃない。確か会うと死んじゃうって。それどころか死んでからもずっと追いかけてくるんです。私怖くて。あれはまた見つかったんだわ。早く逃げなきゃ。ちょっと待ってて、僕が電話に出てみるよ。何者だ？何がしたいんだ？もう少しだから待っててね。何か来る。見つけた。助けて。何言ってるの？そいつが偽物よ。くそ、どっちなんだよ。どっちなんだよ。力を使えば偽物をあぶり出せるはずだぜ。
遠慮しとくぜ。俺みたいなのは一人で十分だよ。 来ないよ。やっと解放されたんですね。ありがとうございます。それでいい。もっと救うぞ。 Thank you.
いい買い物できたか。まあね。KK、行くよ。 KK、平気？自分の心配しな。
しは戦えるな。パーキングだからだろ。ああ、そっか。え？そういうことなの？負ける気がしないよ。気を引き締めろよ。新しい技を習得できそうだな。これでよし。まだ幸運だな。俺たちに見つけられたんだからな。そうだね。
るのが無理なら守りを固めろ。うまいぞ。あの巨人が塔を守っているみたいだ。ああ、厄介だぜ。って何回かブームになってるよな。知らないよ。いつの時代の話？いつも焦ってそうだ。
少しずつだが近づいてるぞ。うん、こうやって行くしかないね。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったぜ。いい感じだ。負ける気がしないよ。気を引き締めろよ。出てくるなら出てくるって教えておいてほしい気分だ。あれは迂闊に近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。じゃあどうすればいいんだよ。簡単だ。思いっきり突っ込むんだよ。案内する。行くぞ。って大丈夫なの？前にリンコたちが霧を突破する方法を考えた。それにかけてみるんだよ。